1997年、997型ポルシェ911をベースとして作り上げられたのが CTR2 だ。かつて930型をベースとして作られ、イエローバードと呼ばれたモデルを新しいボディで復活させたモデルである。2代目 CTR のベースとなるボディはやはり911カレラだ。この CTR ではフロントフェンダーとドアをカーボンケブラ、トランクリッドをアルミにするなど究極的な改良変更が加えられている。室内に与えられるロールバーもインテリアと一体成形された非常に強固なもの。ターボボディをベースとしたワイド仕様も選択可能だ。この特別なボディに搭載されるパワーユニットは 3.6 リットルという排気量こそノーマルと変わらないが、そこに組み合わされるターボが別物となる。このマシンのために専用開発された KKK 製のツインターボは最高出力520馬力、最大トルク 69.9 キロというスペックを発揮する。ギアボックスは6速マニュアルが基本だが、クラッチを電性化したEKS も用意される。駆動方式も 2WD を基本に3種類の 4WD システムが選択可能だ。サスペンションは型式こそノーマルと変わらないが、パワーアップに対して十分な性能を得たものへと変更されるのはルーフの伝統通り。ブレーキも鋳鉄製とカーボン製の2種類が用意されるなど、実にきめ細やかな対応が図られている。さらに CTR には別シリーズとして CTR スポーツおよび CTR レーシングも存在する。これらはフロント周りが 1920mm という専用ワイドボディを与えられたモデルだ。 CTR レーシングではパワーユニットも別物となり、最高出力540馬力以上というスペック2が搭載される。